ちゃん大阪へようこそです。お疲れ様です。来ました。じゃあ YouTube チャンネルを盛り上げていくために我々小さいやつのリストを用意しました。行ってみましょう。はい、行きましょう。ゆうちゃん、これこうやって右です。 OK です。2つ目の扉になります。あ、ここね。みゆちゃん、なのでみゆちゃんちょっと指導で、ちょっとこのオフィスおしゃれに撮影に適してる部屋にしてもらえたらな。いや、めっちゃいいな。なんか買いに行く？壁紙買う？うん、そうですね、壁紙があれば付け外しかなみたいな、うん、私スタッフセンスがないので今日も全員服買うのでね。それはスタッフさんやから。そうですね。いいじゃん、いいじゃん、可愛くしようね。ディズニーっぽくでもいいし、いいじゃん。ユニバーサルでもいいし。いや、それはやだ。ちょっとみゆちゃん、これ企画化してもいいですか？あ、いいね。オフィスの成長みたいな。そうです、そうです。いいね、いいじゃん、いいじゃん。みゆちゃんが来るたびにオフィスが変わっていくみたいな。よくない？なに、それ何、私がいない時にやって来るたびに変わってるみたいな感じってこと？もうありますし、みゆちゃんがこれ買っといてって僕らに言ってもらったらそれを買って、あー、いいね、いいの？増えてる。いいの？予算は社長。ゆうちゃんの思った通りです。ということなので。やばくない？でも私もさ、 YouTube 撮るためにさ、オフィスまでできるって。いや、でもこのメンバーでより良い動画が撮れたらなと思います。ありがとうございます。じゃあもう企画化決定ってことで。いいの？一本企画出来上がり。はい。イエーイ、いいじゃん。題して芦原美優の大阪オフィス。あ、そう、ここ大阪なんよね。じゃあ大阪の子たちは喜ぶんじゃない？今までさ、どんぐらいのタイミングで行けるか分かってなかったけど、うん、大阪出張増えるってことですね。そういうことです。お、呼びまくりますね。いや、楽しみ。え、ってことはさ、関西ならより行きやすいからさ、京都とか、うん、そうですね。で、なんか普通にカフェ巡りとかも楽しい、うん、いいね。これが増えていけばオフィスがだんだん大きくなったり、ファンの方と交流とかよりできるもん。やりたい、やりたい。めっちゃいいじゃん。それの始まりということで、この地味さと狭さで。え、でもね、みんなさ、狭いって言うけど、そこまでめちゃめちゃ狭いわけじゃないと思うよ。うん、十分、撮影ではずっと十分やと思う。よかった、喜んでます。ただね、こっから家具とか置いたらどうなるか分かんないけど、うん、でも撮影ってなると家具ってそんな言わないじゃん、うん、そうですね。だからそんな部屋の広さ変わらんと思うし、うん、よかった。一安心って感じで。じゃあちょっと今後これを定番の企画にさせていただくということで、うん、みゆちゃんよろしいですか？お願いします、はい、ということでこれから大阪出張増えると思うので楽しみにしててください。よかったらチャンネル登録と高評価、コメントお待ちしてます。それではまたね、バイバーイ。楽しみやね。